月面座標は月面上の位置を参照するのに用いられる座標である。月面上の任意の点は地球の緯度と経度に相当する二つの値によって一位に指定できる。月面経度は地球から見た月の表のほぼ中央を通る月の四五線から東または西方向への位置を表す。月面緯度は月の赤道から北または南方向への位置を表す。 どちらの数値も旅の単位で表される。月面座標系の基準位置は小さなボール型のクレーターであるメスティング A を基準点として定義される。このクレーターの月面座標は次のように定義される。座標系は月レーザー測距実験のおかげで非常に正確になった。経度が90度を超えると月の裏となり、はかり道によらなければ地球からは見えなくなる。月面経度は 四五線から西向きに測った月の朝の明暗境界線の経度である。朝の明暗境界線は月面上で半円を形成し、太陽がちょうど昇ってくる地点である。月面予景度の値は次第に大きくなり、0度から359度まで増加する。月小が上限の月になると、太陽は月の四五線から昇る。この位置が月面予景度零度と定義される。 したがって、満月の時の月面予計度は90度、下限の月の時は180度、新月の時は270度となる。日光の入射角が小さいと月面の構造の影は長くなる。そのため、明暗境界線付近は望遠鏡での月の構造の観測や撮影に最も適している。そのため、 月面の特定の構造を観測しようとするときには、明暗境界線の位置を知る必要がある。月面予計度は、このような目的に用いられる。月面予計度の値に180度を足せば、夜の明暗境界線になる。地球上における緯度に相当する概念である。月の赤道を0度とし、南北に90度までで表す。地球上における経度に相当する概念である。 地球から見た月の平均的な中心を通る四五線を0度とし、東西に180度までで表す。月面経度は本所四五線から東及び西向きの両側に測定する方式がある。特定の向きがない場合、東向きが優先される。おおよそ月の本所四五線は地球から見える面の真ん中付近にある。正確に言うと月には 多くの座標系が定義されており、それぞれが若干異なった本初子午線を持つ。国際天文学連合は平均地球、極軸、系を推奨しており、この系では本初子午線は月の中心と地球の中心を結んだ平均の位置となる。IAU、エアグワーキンググループオンカーティグラフック、コーディネーツローテシャネルエレメンツ、2003A、スタンダードイズドルナ コーデシステムフォーザルナーリコネッサンスオービター。ありがとうございます。